海上自衛隊の新型護衛艦もが、2型護衛艦の建造がハイペースで進められており、6番艦の阿賀野が進水し偽装中とのこと。日本の海を守る護衛艦が、毎年2隻ずつ就役していきます。今回は、この護衛艦の最新型である秘密について見てみましょう。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊の新型護衛艦、もが、2型の建造がハイペースで進められ、2022年3月に、2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、そして、年末の12月に、3番艦の城が就役を果たし、日本の海を守る一員に加わりました。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の、三熊、年末の12月に、5番艦の矢作が就役を迎える計画となっており、6番艦の阿賀野が、2024年3月に就役を迎える予定で、矢作と阿賀野は、三菱重工業者中崎造船所において、現在進水し偽装中です。も、が2型護衛艦は、1年で2隻ずつが継続して増加していく状況となっています。当初22隻の建造が見込まれており、収益から40年間の運用が想定されていましたが、防衛省は新型の FFM の建造は12隻と公表しています。ちなみに、もが2型護衛艦の名前には日本国内の河川の名前が使用されています。もが2型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としてこれまでになかった FFM という新たな艦種記号を冠されているが、これには艦艇の規模を示すフリゲート艦の意味と、多用途嫌いを指し示す意味があると解釈されています。FF は、フリゲート艦を意味し、艦艇の大きさは、駆逐艦よりはやや小さく、コルベットより大きい航洋護衛艦を指し、対潜、防空能力を有しており、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務です。そして、機電のマインと多機能性を意味するマルチパーパスの頭文字 M を合わせた新たな艦種記号で、これまでの対潜、対空、対艦における任務以外に嫌い機能が導入されました。これまで掃海艦艇が行ってきた対嫌い戦能力まで任務するということです。海上自衛隊では、これまで護衛艦の位置づけを諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様にしてきました。そして、海上自衛隊では、汎用駆逐艦からヘリ空母と呼ばれるような大型の艦艇までもまとめて、護衛艦と呼んでいます。海上自衛隊の艦種記号には数種類あり、例えば混合型護衛艦のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージスシステムを搭載したイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッドミサイルの G をつけて DDG としています。そして、出雲、片や、ヒューが、型護衛艦のように、広大な全通飛行甲板を有し、ヘリコプターを運用する能力を備えている護衛艦には、ヘリコプター搭載護衛艦、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、秋月型護衛艦や、村雨型護衛艦などの汎用型護衛艦 DD より、やや小ぶりで、近海、沿岸海域の防備を担って活動している、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールとの E をつけて DE という艦種記号がついています。近年、海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となります。も、が2型護衛艦、FFM は、2013年12月に公開された25大綱によって、新型護衛艦の構想が明らかになりました。こうした新型護衛艦の建造は、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替え、増強を図ることを目的としながら、また、中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、今後、海上自衛隊は、
ますます激しさを増すことが予想され、南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化することが求められ、FFM という新監視の藻が、味方が計画されたのでしょう。設計当初、藻が、味方護衛艦の船体は、多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。しかし、2015年の研究開発の時点では3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。もっか味型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ9.0 メートルの規模を誇り、世界的なフリゲート艦としても大柄な艦となっています。もっか味型護衛艦の機関方式は、海上自衛隊の護衛艦として初めてガスタービンとディーゼルを併用した複合ノドタグを採用し、通常時はディーゼル、加速時や高速時はガスタービンを併用しています。ガスタービンエンジンはロールスロイス社の MT30 を1機、ディーゼルエンジンはMAN 社の 12V283-3D を2機搭載しており、軸出力は7万馬力を発揮し、速力30ノットで航行します。また、藻が、味型護衛艦は、従来の艦艇に比べ、大幅にステルス性を考慮した設計になっており、レーダー反射弾面積 RCS の低減を意識して、主船体や上部構造に傾斜角がついており、全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びています。さらに、上甲板の配置は、従来の艦船にある魚雷発射管やミサイルなど、電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は、上甲板に設けられていた暴露部の通路が廃止されています。このように、藻が、味型護衛艦は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の高い形状となり、船体のカラーも、低したため姿勢を重視した灰色で、レーダーに映りにくく、徹底的にステルス対策された護衛艦となっています。日本周辺の藻が味型護衛艦と同規模の艦艇を見てみると、中国海軍の 054A型と呼ばれている航海2型、ジャンカイ型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲート22350型フリゲートがあります。2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートのネームシップである1番艦のアドミラル・ゴルシコフが極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられました。この極超音速兵器のツィルコンについて、ロシアは射程距離で 1000km 以上、飛翔距離はマッハ9以上のために迎撃は困難であると主張しています。ロシアのプーチン大統領はアドミラル・ゴルシコフが極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行することで、ウクライナ戦争で対立しているアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して牽制する狙いがあったと思われます。ツィルコンを搭載したアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が135メートル、全幅が16メートルの規模でありもが味型護衛艦と大きさの違いはほとんどありません。しかし、海上自衛隊のもが、味型護衛艦とロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの大きな違いは、その主兵装で、前者が最大で VLS 垂直発射艦を16セル搭載可能で、後者は倍の32セルを装備しているということです。もっか、味型護衛艦は、兵装の面から見ても、その特徴は、水上戦闘艦として重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦であるというところでしょう。そのバランスの取れた兵装について、ですが、対空兵器としては、シーラム近接防空ミサイルシステムが1機、
62口径5インチ砲、127mm 単装砲、1機が搭載されています。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われます。そして、対艦兵器として、1蓋式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発、運用されている1蓋式艦対艦誘導弾 SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、さらに、日本の海上自衛隊で調達、運用されている遠隔操作式の無人重火砲塔 RWS の水上艦艇用機関重火遠隔操作型の 12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しています。対潜兵器としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。このように、多くの任務をこなせる、モガミ型護衛艦ですが、乗員は、わずか90名と少なく、毎級とされる、アブクマ型護衛艦の乗員は、120名で、モガミ型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに省人化が図られており、省人化に伴って、目下、味方では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、味方護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるという交代制のシステムで、定期検査や修理などに対応しながら稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されるというわけです。今後、少子高齢化傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても必要数を充足させることは容易ではなく、そういったことを見越し、省人化を実現した初の護衛艦となっています。もが味方護衛艦の今後、建造される艦のすべての偽装が同じ時期になるように計画されており、これは海上自衛隊でも初の試みだということです。